こんにちは、ふみです。本日はですね、仮面ライダーコラボの交換所解説やっていこうと思います。はい、ということで、まあ、皆さんちょっと迷っている方多いんじゃないかな。今回の交換所はたくさんキャラがいるので、このねガチャゲンの中から、まあ、4体ぐらい、ピックアップしようかなと思います。交換してもいいかなっていうキャラですね。まあ、初めに言っておくと、まあ交換必須キャラっていうのは今回まあいないと思っていて、まあこれ取らないとパズドラついていけなくなるよっていうキャラはいないので、まああくまでもまあたまに余裕があったり、あとはボックス次第になりますけども、交換してもいいかなっていうキャラを4体ぐらい紹介していこうと思います。はい、早速1体目ですね。はい、1体目こちら仮面ライダーギーツマグナムフォームですが、まあ、今回新キャラとなっておりまして、変身キャラで光のたこ焼きがあって、まあ、10強が4つあるので、かなり、しっかりと火力が出ていくキャラで、副属性も光なので、まあ、火力は出していけるんですけど、まあ、変身キャラなので上限解放はできないんですけども、でスキルが一旦の間自分のダメージ上限が50億になるということで、まあ、これで変身キャラでもしっかりと100億副属性込みで出せて、無効貫通で闇ドロップを光に変化でしっかりと、光も供給できますと。で4ターンで打てますね。これかなり強いですよね。はい、使ってる方もまあいるんじゃないかな、すでに。でリーダースキルが光の5攻撃1個につき攻撃力が 2.5 倍にコンボ加算、固定300万ダメージ、光属性の全パラが4倍というところで、まあ、ルフィ的なこの5攻撃1個につきのキャラ でコンボ加算もあって固定もあって全パラ4倍なので、リーダースキルを見てもかなり強いかなと思います。まあ、全パラ4倍のためにこう軽減がね失われているので、まあ、そこは相方次第なのかなと思いますが、まあ、クリスマスお正月あたりでギーツのね相方出てきてもおかしくないんじゃないかなと思ってます。まあ、あと今日発表されたので言うと、クリスマスの玉ドラが光コンボたこ焼きがいっぱい持ってて、こういい感じのキャラだったので、まあ、リーダースキル的にも光の2コンボ以上でとかだったので、まあ、まあリーダー的にもまあサブでもありかなっていう感じだったので、今後もうちょっとギーツに合わせたキャラが出てくるんじゃないかなというところで、まあ、今後の期待も込めた評価ですね。まあ、でも現状でもかなり強いキャラかなと思ってます。はい、そして武器ですが、武器は光副属性光変更を光たこ焼き光泥鏡プラス、十字を持っております。まあランダンだったり、まあ、それこそ光パーの攻略でも使えるの でしかもねスキルも3ターンダブル吸収の、3ターン自分の属性が光属性に変化というところで、まあ、攻略でもしっかりと使えそうなのがいいですね。そして2体目ですが、ブラックサンですね。まあ、ここは結構評価が割れるところではあると思うんですけども、まあ、闇属性でこうつなぎ消しのキャラって、ね、なかなかいなかったところ、まあ、変身キャラではありますが超つなぎ消し3つ持ちで、列も3つ持ちで、枝豆があって、4ターンスキルでロック解除上段横切れ強みで上限値50億なので、しっかり100億出ていくキャラですね。まあ、ただこのキャラ、まあ、強いは強いと思うんですけど、リーダースキル見ても強いと思うんですけど、まあ、このスキルを見るとやっぱ4体必要っていうところで、まあ、取れる人がかなり、限られてくるかなっていうのが、まあね、交換おすすめといえどやっぱ取れる人少ないかなっていうところですね。まあ、ただリーダースキルを見ると、まあ、ループだけじゃなくて単体でリーダースキルとして活躍する場面が、もしかしたら今後のダンジョン次第ですけど、ダンジョン次第で、もしかしたら使えるかもしれないっていうところはありますね。闇6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が26倍、固定1ダメージ、悪魔タイプにバインド不要、 HP が2倍というところで、もしかしたらループじゃない使い方もあるかなというところで、ブラックさんもまあ強いとは思います。でシバドランとのね比較が結構言われているんですけど、まあ、上限50億になって単体で100億出るにせよ、シバドラのね3体の火力と比べると、結局シバドラの方が火力は出る
はい、出ます、はい、変身キャラなんでね、4体詰めたとしても3体は上限21億なので、まあ総火力で言うとシバドラの方が高いです。まあ、ただスキル見て分かる通りロック解除があるっていうのはねかなり大きいと個人的には思っていて、まあ、シバドラね使ってる方は分かると思うんですけど、まあ、ロックが来てしまうと別でまたねロック解除要因を用意しなきゃいけないので、まあ、そういう手間はブラックさんだとなくなるかなっていうところですね。そして、3体目は電王かな。はい、電王はまあベースも別に悪くはないんですけど、超コンボあるしで雲耐性持ってたりして、まあ使うとしたら究極の形態かな今の環境で言うと。スキブ4で、使いやすくって、4色攻撃も超覚醒含めて4つになれますと。スキルも使いやすいのでマルジェキティだったり、まあ、カイドウはどうかな、ちょっとリアリティ的にどうかなと思いますけど、マルジェキティだったりの多色のパーティーのサブとして、まあ採用全然ありそうな感じがしてますね。はい、でまあ武器は別に1個目はまあそうでもないんですけど、2個目の武器は非属性変更と4色と指を足してダブル吸収無効で無効貫通、まあこれも使いどころはありそうだなというところですね。はい、そして4体目ですがスーパーワンですね。まあスーパーワンはやっぱりこの武器の多さがいいですよね。今この時に使える武器がなくっても後々こうハマってくるとかも全然あるので、まあ、1体持っておけばね6個分の武器所持してると同じですから、まあ、そういう部分でスーパーワンの評価が高いかなと思います。で特に強い武器で言えば、まあ、よく使われてるねこのスキブ泥鏡で暗闇十字 HP 強化のスキルターンがねめちゃくちゃ重い武器なんですけど、まあ、貯めたくない時、覚醒だけねしっかりと使いたい時でも採用できますし、グラビティと無効化のスキルでも溜まってもねしっかりと使えるっていうところは偉いですね。で今回注目されているので言うと、光属性のエレキハンド、バインドと、光列が3つと枝豆が1つ、これは結構唯一無二の組み合わせですよね。威嚇でロック解除光花火っていうのは多分ないと思うので、まあこれは光パーでこう周回していく人とかは必ず欲しい武器になってくるのかなと思います。まあ、逆に言うとねそういう光パー使わない人は全然いらないかなとは思うんですけど、ということで4体紹介しました。まあ、他のねやつで言うと、まあ、武器がねまあ使えるキャラはいるんですけど、例えばセイバーとかもこれね、まあ、覚醒が、まあ、覚醒もあれ、ちょっと微妙ですけど、キューターンエンハンスはかなり強いかなと思って、まあ、周回だったり、まあ、素でキューターンエンハンス持ってるキャラもいますけど、武器として、採用できるのは強いですね。あと、まあ、ブレイズも一緒ですね。水属性、エンハがキューターンっていうところは、いいところですね。まあ、キリミちゃんの周回編成とかで、ちょっと火力盛りたいなっていう時にこれあったらいいかもっていうところはありますが、最初に言った通り交換必須級のキャラはいないので、皆さんがどういう編成を普段から使ってるからにかなり左右されるコラボかな、コラボというか交換所かなとは思います。まあ、ただね今日もクリスマス発表されたんですけど、明日も発表あるっぽいですし、徐々にいろんなモンスター出てくると思うので、まあ今というよりはもうちょっと後でもいいかなと思います。もうちょっとねいろんな情報が出てから検討してみるのが一番いいかなと思います。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。